ごすぎる。でかい。今日は大阪の海沿いで第7岸壁っていうところにちょっと行っています。なんか SNS とかでバイクとか車でいいねスポットがあるらしいんです。かなり巨大な建築物で、この真っ赤の橋ということなんで、かなり見た目も、大きさもいかついようですね。行ってみたいと思います。今日は3月の17ですね。昨日から大阪でモーターサイクルショーをやってますので、大阪市内バイクが非常に多いですね。テンション上がりますね。私は昨日仕事中に、ちょっと見させていただきました。仕事を抜け出して行ってきました。昨日も雨だったので人もバイクもすごい少なかったですね。一人でブラーッと見るにはちょうど良かったですね。新しい川崎の忍者だとか H2 ですか、もありましたし、ホンダの CB1000 でしたですかね。あれかっこよかったですね。本当にネオクラシック感バリバリ出てましたね。で、ホンダでスクーターでもフォルツァ、フォルツァが出てましたね。フォルツァの125っていうのはイタリアで確か出てまして、日本では発売してないんですね。で、BMW コーナーはまあまあ今の現行モデルが全部揃ってまして、まあ、結構落ち着いた年齢の方とかから、まあ、若い方とか、まあ、結構見られてましたね。ただまあ自分のバイク SNR もこのカラーであったので、やっぱり自分のバイクあると嬉しいもんですよね。おお、すげえ、あれ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 です。かっこいいな。いかつというか、かっこいいな、でかいな、すごいすごい、すごすぎる。すごい絶景ですね。まあこういう阪神高速や橋を見ることはないですけれども、これはかっこいい。すごいな。おお、ゴミ。おお、コップ。こんなん落ちるでじゃない、こけるで。でかいな。すごいなぁ。 GoPro でこのデカさはまあわかんないでしょうけれども、伝わったらいいですね。あそこから、白い高速から赤くに変わっていくんですね。すごい。これ乗っていろんな人が遠くからモーターショー来てるんだと思います。今日は最近の春物のジャケットですね。メッシュジャケットなんで、もう今今日は気温15度ですけど、全然気持ちいい。これいい。さあ、て現場は近いぞ。おー、渋い。これはいい。これは絶景スポット。いいね。
すごいな、人間ってすごい、バイクもすごい。風もちょうどいい、気持ちいいな。今日はみんなモーターサイクルショー行ってるだろうな、まあ、昨日ちょっと行ってきましたけれども、ちょっとどんなバイクが来てるかちょっと行ってきます。行こう。さて中央大通りに戻りまして、さあここからバイパストンネルを通って一気に南港へ行ってみようと思います。よしゴール OK。 これ無料がいいねよね、有料だったら回るもんね。よしはいはい、ご苦労様。はい、バイク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 、お、バイク、バイク、バイク、すげえ。ネズミやってないよな、バンバン捕まるぜ、みんな。あ、なんか、バイクのお祭りがあると思ったら、テンション上がる、鳥肌立つ。さあ、どんなバイクをしてるかな。実際、モーターショーに行くのも楽しいんですが、それを見に来ているバイクとか車を見てる方が、なんでしょう、リアリティがあって楽しいですよね。俺のバイク見てみて、かっこいいでしょみたいな、そんな感じ。実際自分のやっぱり乗ってる車を見せるっていう楽しみ、見てもらうっていう楽しみもやっぱありますよね。今回入り口は2つあるのかな。昨日僕はここ側から入りましたね。おお、バイク軍団前から来てる、いかつい。あ、ここごっついと思ってるバイク。おお、渋い渋い渋い、いいね、来てるね来てるね。うん、おー、かっこいい、いいね、ベネソールよ。